今度はドリブルの中に引き技を入れるようにします。引き技を使うということは股関節の動きが後ろ向きに動いて横向きに動くことになります。関節を柔軟に動かすという意味では引き技はとても重要なトレーニングになります。その後にもう一度フリードリブルを行います。フリードリブルはそれぞれの選手がイメージした通りのトレーニングを行います。メニューをいくつかやる中で自分の得意なことや苦手なこと、その選び方もそれぞれの選手が選びます。主体的にトレーニングをするということは自分でいろんなことを決めてドリブルをするということになります。なのでドリルトレーニングの最初と最後にはフリードリブルを入れます。じゃあ今度はまたドリブルの中で今度は引き技を入れてください。で両足もちろん使った方がうまくなると思うし、で今度はコーンが狭いところと広いところがまた同じようにありますから、引き技をどこでどういうふうに入れるのかはそれぞれのイメージ、そして最後はフリードリブル、自分のやりたいことを必要なことを選んでやる。終わった、よし行こう。はい、集合。これもあえて意識的に引き技を引くときに、例えば膝の関節の間で引き技を使えばこのくらい、あるいはこのくらい、股関節を動かすとなるとここまで引ける、どのくらいの引き技を使うのかを、どこの関節を使うのかを自分の中で意識をして、もちろんやり始めたら自分のイメージで予定変更は全然ありなんだけども、股関節を使う引き技も必要だし、膝だけでやる引き技も、これをどっちを選ぶかは必要な、自由なんですけど、自分の中でちゃんと選んで意識的に引いた後は早い方がいい、遅い方がいい、早い方がいい、よし行こう。はい、キーパーもドリブルできなきゃな。はい、両足できたらうまくなる。
ちょっと引き方を大きくしてみて、股関節を使う引き技を意識して、多くして、体の後ろまで引く。そうそうそう、もっともっと後ろまで引く。 OK。 体の後ろまで引ける。ここまで。最初よりさ、ここが柔らかくなってきてるんだよ。わかる？自分で。わかんない？全然違う。わかった方がいいんだよ。ここまで引ける。ここまで。よっしゃ、フリーだ。何やってもいいよ。割と普通だね。え？最後に何かあるのかと思ってたよ俺は。いいチャレンジだ、あの間を狙うのは。股関節がさっきより開いてんだよ。わかる？自分で。その方が全然いいだろう。かなり体が跳ねてるよ。あのくらい跳ねないと。左足をもっと使ったよな。苦手だろ？やったら上手くなる。
さあフリーだよ。なんか頭の中固まってくると同じこと繰り返すぞ。次の作戦何をする？これやったろうってことだ。引き技を使うことで股関節の傾斜角度が広くなります。そのことによって他のドリブルに対しても躍動感が出て走るスピードも上がります。おお、ナイスパス、ナイストラップ。お、ちょっとなんか出た技が。いないの他にはなんか違うことやる人は。お、一番うまいのは誰か。失敗を上手にごまかすのも大事だから、失敗してない顔をしないと。うはい、集合。じゃあドリル終わりね。膝関節、股関節、よくストレッチしといて。最後の感じは良かったね。あのくらいいろんなアイデア出して、キレを出して。で、こう、ここがやっぱ開くとやりやすいってことをちょっと感じてくれるといいんだけどな。何人かは全然途中から変わってきた。ここは開くようになって、この足の位置が開く、大きくなってきた。意識的に分かった。はい、じゃあ終わり。このように引き技を使うことによって実は緩急もつくことになります。トップスピードで速いドリブルをしている、そのプレーの中でスピードを緩ませるということではなくて、メニューの指定によってスピードが緩むような環境を作ります。合わせていろんなフェイントを入れることによって、創造性を育てることになります。最後にフリードリブルをすることでどれを選ぼうかという選択肢が増えることで、じゃんけんのようにフェイントを使い分ける楽しさを覚えます。